こんにちは sbi 証券の鈴木でございます8月7日水曜日の新興株ウィークリーをお伝えしたいと思います、えー、本日のお題はですね開口期アナリストが好業績予想の8銘柄ということでお伝えしますまあもともとですねまあ新中小型株もですね、えー 中型株についても決算発表がですねこれからまあ本格化する中でですね好業績が予想される銘柄を狙っていきたいとなのあると思うんですけれどもまあここもと大きく株価下げましたまあそこでですねまあ,えあえてまあ決算発表またぎをするというよりはですねすでに終わった銘柄でアナリストの予想一株利益がですね上がっているような銘柄まあこういったところを狙っていきたいと。 いうことであります、えー、こちらですねいつもの通り日経平均とですね、えー、グロス市場のチャートが並んでいますがまあ、マーケット荒れる中で中古型株も下がっているという形です東京株式市場ですね波乱が続いております上に下にという感じですけどね えー、日経平均株価はです、ね、7月11日の、えー、過去最高値4万2224円これは終わり値ですけれども、えー、これを高値に、えー、下落に転じましてで今週月曜8月5日終わり値3万1458円まで25.5%も下落しました。 特に8月5日は1日で、えー、全営業日比でですね4451円下げ過去最大の下落幅となりました、えー。前週の中銀ウィークで日米金融政策について方向間の相違すなわち日本は利上げアメリカは利下げ方向、まあ、こういったことが明らかになり急速に円高が進んだこと、えー、そしてその 利下げ観測が強まる米国でリセッションのリスクが高まってきたと認識されたことなどが下げの要因となっております、えー、ただ8月6日にはですね日経平均株価が前日比3217円上昇し過去最大の上昇幅を記録しております。さてこのですねまあ日経平均が高値をつけた7月11日からですね この8月5日の期間、東証ロス指数は25.6％、同スタンダード市場指数は17.5％下落しました。大幅バイアスを受けたですね。この大型株のに、信用取引に絡む投げ売りが出るような投資環境では、さすがに中小型株もプレーアスを余儀なくされております。まあこれまあ私もですね、よく聞かれるんですけれども。 えー、大型株が、えー、調整局面ではむしろ中古型はいいんではないかというです、ねまあ、こういった、まあ、質問もあるわけです。えー、確かにです、ねえー、この大型株が上値が重いとかです、ねえーまあ、若干調整気味であるという場合はです、ねえー、これ中古型株がです、ね、選別して買われるというケースも大きくなります。ただ注意しななけければいけないのは、えーまあ 我々大型株中小型株と分けてますけれども同じ日本のすなわち東京株式市場で上場している銘柄なわけですね。えー、したがって、まあ、片方でですね大型株で信用取引でですね例えば追加保証金が出る、えー、だから、えーまあ、投げざるを得ない、えー、玉があると、まあ、そういうような時はですねまあ 投資家の方にとってはですね、まあ同じところの中のまあ規模の違う銘柄があるだけで、当然ですね中古型株もですねえ投げ売りをえ対換金売りとか投げ売りの対象になってしまうわけですね。ですからまあ全般がですね大きくえこの荒れるような相場は中古型株、まあむしろ流動性がえ乏しい分。 えこう下げやすいということになるわけですさて今後はどうなるでしょうかということなんですがまあ大型株のボラティリティが高い間中小型株市場も不安定な状態が続く可能性はありますただスタンダード市場ではですね、えー、再び市場の PBR がですね安いところで1倍を割り込み、えー 割安感が生じていますまたグロース市場ではですね、えー、上司交通信関連株が多く円高の影響は受けにくいと思われます、えー、肝心のプライム市場もバリエーション的に割安感が回復してきたこと、えー、半導体株の割安感がこう、えー、まあ、解消というか後退してきたことなど反発の目は、えー、育ちつつありですねまあえー、この6日7日のマーケットを見るとですね えー、全般的に押し目買いの局面に入ってきたものと思われます。ただまあまだまだですね上に下にというふうにぶれる可能性はあるかなと思いますね。そこで今回の新興株イークリーではですね、えー、短期業績が良くアナリスト業の業績見通しが強くなっているものの株価が下落している銘柄をま抽出すべく以下のスクリーニングを行ってみました。 スクリーニング条件はですね、こちらにある通りです。まあ、グロス市場、またはスタンダード市場に上場する時価総額1000億円未満。 でここまでですとですね2000銘柄ぐらいあるんですけど業績予想を公表しているアナリストが2名以上この条件入れた途端です、ね、いきなり100銘柄を切るような状態ですね。ここ1つ中古型株の特徴なんですけれども、まあ、逆に当初プライム市場の時価総額1000億円以上となるとですね、えー、まあアナリストが2名以上ついている銘柄が結構多いんですがえー 中古型株になるとです、ね、アナリストがカバーしている銘柄自体が極端に少なくなります。そしたら、まあ、数少ない銘柄の中で、えー、今期市場予想、一株利益が過去4週間で上昇している銘柄そして直近四半期の営業損益が前年同期比で増加している銘柄そして、まあえー、当面です、ね、今回の決算発表シーズンの対象になっていない銘柄という 理解でいいいかと思いますそして日経平均飛びつけた高値をつけた7月11日以降株価がですねこの基準日まで下落しているそして、えーまあ、信用規制注意喚起銘柄を除くということでですねこちらが、えー、取り上げられております。銘柄名のですね えー、右に、えー、星印のある銘柄は SBI 証券の信用規制の対象になっている銘柄ですのでそこだけ一つご注意いただきたいと思います、えーまあ、アナリストのです、ね、見通しが強くなっていてそして直近四半期も、えー、業績がいいものの7月11日からの株価の投落率はマイナス、まあ、こういった条件で残った銘柄がこちらとなります。 ますえまず、一つはでですすねねベースですねえーこの主力のベース事業というのがあるんですけれどもえこちら個人や少人数グループが簡単にですねストアフロント型のネットショップを無料で作れるよう決済やショップ作成を支援している事業でまあそれが中心の会社ということになります。 えー、さらにですねスタートアップなど加盟店がクレジット決済を簡単に導入できるペイ・ドット・事業ですねこちらも展開しておりますでベース事業ではですねこのスタンダードプランでいくとですね、えー、月額、えー、無料で、えー、導入できる、えー、のがまあ基本ですでショップ側は決済金額に対して3%のサービス利用料 また、えー、同じ決済金額に対して最低3.6%プラス1回たり40円の決済手数料をまあベースにとってはこういったですね、えー、サービス利用料や決済手数料、えー、などがですね売上になって、えー、そして売上原価は決済代行会社に払う、まあ、手数料などとなるということになります。 で事業別で見ますとですね、えー、2021年の第1四半期時点ではベース事業が86.9%ペイドット、えー、JP 事業は12.8%ということでですね、えー、わずかでした。えー、しかし最近といいますかこの発表されたばかりの24年12月の第2四半期時点ではですね、えー、この ベース事業が56.7そして Pay.jp が37.2%そしてその他も6.1%となってですね、えー、少し事業の中身が変わってきているということであります。まあ、近年はですね TikTok と、えー、提携してですねショップがショートムービープラットフォームを活用して終局反則を円滑に行えるサービスを提供。 していますまた YouTube と提携しですねショップが動画上に、えー、タグ付けを行うサービスを提供するなどこの動画と連携したですね新しい取り組みなども行っておりまそこを知られているということになります。さて、えー、当社の業績はですねこの四半期単位で見ると2021年12月期の第1四半期にですね えまあわずか黒字を計上した後十11四半期連続で赤字が継続してきましたしかし2024年12月期はですねで8月6日まさに昨日ですね発表された第二四半期の累計決算では売上高え73億円で36%増営業利益は5億円でえまあ前年同期の 赤字字から黒転という,ふうになっております、えー、ちなみに3ヶ月ごとに言うと第1四半期が2億円第3四半期が3億円という営業利益ですね。会社側はですねこれを受けまして2024年12月期通期のです、ね、営業利益をですねこれまでの0億円から2億円へと情報修正しております。 でえー、上半期で5億円、通期で2億円の予想ですから差し引きすると、下半期がですね3億円の赤字じゃないかということになる、まあ、慎重に見ている部分もあるかもしれないですが一応、会社側としてはですねプロモーションのため、販管費が増える見通しを示しておりまして、えーまあ、一番のところ、会社計画としては下期は赤字ということになっております。 株価はですね2月9日の年初来高値372円から直近の全般的な株価急落もあってですねもう1回チャート見てみましょう8月5日には190円まで下落しました8月6日は全般的な反発とですね決算発表の期待もあったのか230円まで一時戻しております。 決算発表後の8月7日まさにこの収録している日はですね情報修正をする形で会合を先行したものの、まあえー、市場全般に不安定な動きが続いていることもあってですね、えー、その後は売りが出るなど少し強弱対立している展開になっております。まあ、本業はででですすすねね好調に推移してているんですが、まあ、プロモーションをじ 備えようということだと思うんですがそのプロモーションの効率というのがですねまあ、今後問われる形になりそうですまあ、株価自体はですね安値圏にあるということですねさてもう一つですねジャパンエブ、えー、ジャパンアイウェアホールディングスというですね、えー、5889、えー、こちらですね、えー、中高価格帯の、えー、メガネを扱う えー、金子眼鏡とですね、えー、フォーナインズが系統を起こして2021年に誕生した会社です、えー、日本のですね、えー、このラグジュアリーブランドとして海外でも人気を博しているようです麻布台ヒルズや京都の祇園などですね有料な立地に高級感のある店舗を出店してですねブランドを確立利益率の高さがまあ一つの特徴ですで 売り上げのです、ね、64%を占める金子こ眼鏡はです、ね、1958年創業で世界的な眼鏡の,の生産地である福井県鯖江を代表するブランドとなっております従来です、ね、眼鏡の,の製造は効率性から分業性が一般的でしたしかしこの会社はです、ね、理想とする眼鏡の追求のためです、ね、一貫生産 体制を徹底しているというのが特徴で高品質の眼鏡が評価を博していますで、売上高は全体の64%を占めており直営店は国内82%ですが、えー、今オリンピックをやっているフランスが2店舗、えー、中国2店舗と海外にも展開しております もう一方の残りの売上を占めるフォーナインズですね。一九九五年創業。最高純度の品質とですね。美しいフォルムを表現するブランドになっております。四五十代の男性から支持を集めているようです。えー、まあ先ほど申し上げました通り、残りの売上ですからまあ公正、構成比で三十六パーセント。直営店は国内十五パーセント。 シンガポールに1店舗都心を中心とした店舗展開が特徴ですさて業績なんですけれどもこちらにあります通りですね、えー、拡大傾向です、えー、ブランド力を背景にですね複数回の値上げを足元で実施しておりましてインバウンド需要の急回復も取り込み今期も3期連続で増収増益を見込んでおりますあ、今期、えー 失礼しました今期といいますか25年、えー、1期もですね1月期もですね3期連続で増収増益をですね、えー、見込んでおります。第一四半期時点ではですね売上高38億円営業利益11億円で営業利益の通期計画に対する進捗率も27%と好調な業績推移を示しております。 両ブランドともですね国内店舗の既存店売上高を着実に伸ばした上値上げを実施しております今後もですね中国を中心としたグレーターチャイナの事業拡大を目指しております中国では日本の2倍の価格で販売している模様です不動産市況が心配なところですが、中国のマクロ環境の悪化はですね。むしろ出店のチャンスであると会社側は見ているようです。 業績推移に伴ってですね、株価ももう一度見てみましょう。23年の上場以来右肩上がりで推移してきました。ただ7月末の配当値と市場全体の下落に連れあつしてですね、8月6日時点ではですね、7月末から23%を超えた下落水準となっております。ただまあ業績拡大傾向がですね。 えー、まあ続いている現在ですね。まあ、えー、この押し目はですね、えー、買い場と捉える、えー、投資家も出てくるのではないかなというふうに思っております。えー、本日は以上で終了させていただきます、えー。ぜひですね、チャンネル登録の方もよろしくお願い申し上げます。また、えー、こんなテーマでですね、銘柄。 見てみたらいいんじゃないのみたいなですねまあ、そんなご提案などもあればですね、えー、ぜひですね面白いそうな場合は調べてご紹介するというのもあると思いますので、えー、ぜひ、えー、ウェブリツケースなどを利用してですねお伝えいただければというふうに思っております、えー、本日は以上で終了させていただきますありがとうございました